ストレートの握り方どうなんですか。ストレートはあのこう、こうです。でも普通だよね。はい、普通です。普通だね。ちょっと深いかなっていうぐらいですね。あ、はい、ちょっと深いかな、はい、僕がこれくらいなんで。あのテイクバックに入るとき結構力入ってるときある？入ってるときはちょっと悪いときだと思うんです。やっぱりそうか、はい、じゃあ普通にパーッとこう軽く握ってるときの方がいい、はいはい、そしてその阿波のコーチに習ったチェンジアップってのはどういう、はい、わこうですね、はい、ちょっと OK をちょっとずらしたみたいな感じかな。この、はい、この2本でこういうイメージでこう挟んでます。じゃあフォークなのかそれとも少し中指で回転かけるのか。中指で回転かけてます。だよね、はい、だよね。僕抜くチェンジアップのこういうチェンジアップが投げれなくて。あ、それはいらないと思います、はい、でこういうかけて、うん、これがハマりました。僕もねよく聞かれるとやっぱりこう抜くボールってね回転がかかんないんで、うん、こうコントロールがねつかないのと、はい、あと意思がないんですよ、うん、あの辺に行ってくれっていうボールなんだね、あの辺に落ちてっていうボールなんですけど、これ回転かけることによってそこに投げるという意思が生まれるので、はい、絶対こっちの方がいいんですよね。それをじゃあ中指でかけるってことはちゃんとね、やっぱちゃんとシュートして少し落ちていくっていう、はいはい、こう左バッターのから逃げていく、うん、一番欲しかったボールをじゃあ覚えるなと、はいはいはい、これカットボールとスライダー、はい、ちょっとカットボールの方が割合多いですけども、はい、これっていうのは投げ分けは握り近いでしょ。握りが僕全然変えてて、はい、違うんだ、はい、スライダーがこうなんですけど、でカットはもうこのまっすぐをずらすだけなんですけど、あ、こっち側にね、こっちです。ああ、全然違うんだね。でそこで球速として10キロ近くの、はい、そうですね、ちょっと遅いんですけどスライダーはもう曲がり幅で勝負しようと思って投げてます。その持ち方がじゃあ少し違うというのは誰かにこう教わったりってなったんですか。自分でこうこの握りが一番こう変化量が出たのでこれにしました。へえ、これでスライダーの上がりさ初めて聞いたな。へ、これも結構中指ですか。中指ですね、はい、やっぱ中指だね、はい、そうなんですか、はい、まあ、あんまりここ、このトークで技術論はあんまりしたことないんですけど、はい、実は変化球って中指なんですよ、うん、でもねスライダーはどうしても人差し指使っちゃう人が多くて、はい、どうしてもね肘に負担がかかるボールなんですけど中指にかけてばそんなに肘が、うん、肘に負担がかかんないんで私はもうすごくいいなというふうに思います、はいはいはい、あともう一つすごく特徴的なカーブを投げれるピッチャーなんですね、はい、すごく大きなもう綺麗なスピンのねもうボールでいうとねこの4本のこの縫い目がね、はい、股手に曲がるカーブ投げれる人なんですよ、はい、でもカーブ割合減りましたよね。減りましたね、だいぶ、はい、ね、だからこの辺もなんかこう秘密はあるのかな、はい、ちょっとこう球種が増えたからとかそうですね、やっぱチェンジアップがその投げれるようになったっていうことでこう奥行きのある球を使えるようになったので、うん、まあそのカーブだけでそれを表現というか投げてたんですけど、まあ、チェンジアップがそこに加わったのでカーブの役割もちょっとこう減ってきたかな。うん、だからそれでもね奪三振王ですから、はいはい、今一番自信のある球種っていうのはどれになりますか。まあ、全部こう勝負球で使えるっていうのが自分の武器かなと思ってるので、はい、全部がいいレベルにまあ徐々に来てるかなと思います、うん、こうして球種をこう覚えることによってストレートの割合っていうのはやはり減るものですか。まあ、減らしたっていうあれはないんですけど、はい、こういろんな球種をいろんなバランスで投げれるようになってきたんで、うん、まあ、必然的にそのストレートがちょっと減ったかなっていうのは。でもこれ多分 40% ぐらいですよね、はい、松坂大輔投手もいろんなねカットスライダーチェンジアップフォークもう全部が決め球だったんでストレートが意外とねあれだけの剛速球持ってるピッチャーが意外とね 40% ぐらいだったんですけど、ちなみに僕がね、はい、49% です。こんなボールが遅いのにエヴァって言うなというような感じなんですけども僕は実はまっすぐが多かったピッチャーなんですね、はい、半分はまっすぐだったという、なんかそういうパーセンテージって見てみると面白いです ね、 ね、だからこういうものを相手のバッターがね参考にしてね、だこれが追い込んだ時にどういうボールが来るかっていうのはまたパーセンテージが変わってきたりするんですけども、はい、そういうところで勝負してるんですよね、はい、あともう一つね、はい、見逃しと空振りどっちが好きですか。三振は僕は見逃しの方がなんかこうしてやった感がすごいあるので、
気持ちいいというか、はい、見逃しだよね、はい、私も見逃し三振派です、はい、これはもう昔から一貫して、それはねバチーンってね取ってね、はい、ひょいってキャッチャー投げたら気持ちがいいもん、ね、はい、そうですね、やっぱりもうその柳投手のね、例えばアウトローのまっすぐとか、ね、うん、気持ちがいいんですよ、キャッチャー構えてバチッとこうバチーンって取って三振なんで、あれはやっぱりこのボールのキレとね、あの球筋で三振取ったら気持ちいいだろうなって思います、うん、はい、うん、さあここまで投球、まあ、球種の持ち方など見ていきましたけれども、はいはい、ちょっとバッティングについても伺いたいと思いまして、うん、いやバッティングはいいっすよ、ちょっとこのお写真を見ていただきたいんですけれどもああなるほど、このフォームは見覚えありますか？ありますね、これこれで本当に打ったんだね、打ちましたねこれ山田哲人くんだよね、これそうですね、そうですか、はい、そうですね、これはやはりこう参考にしたり真似をしてるんですか？真似ですねでも真似して打てるもんなんですか？別に自分のバッティングフォームってないんで、うん、やっぱりこの上手い人ってどういう打ち方してるんだろうって打ったら打ちやすいなって、まあ、僕が言うのもあれなんですけど、やっぱいい打ちやすいなって思って、まあ、試合でもこれじゃ打てるかなと思って真似しました。完全に野球少年のいいそうですね、はい、いろんな方試されるんですか？試しますね、はい、ちなみにこの山田哲人君のね、そのバッティングも真似するのに、はい、この辺からこういうのも入ったの？ちょっと入りました。これは入っ、これも全部ここからこうやってやったの？はい、ちょっとやってほしいね。ちょっと見たいですね。これもうほら少年用のバットがあるじゃないですか。ちょっと一つ山田哲人選手のね、恥ずかしいでしょうけど、はい、まあもうカメラ回ってるんで、はい、じゃあお願いします。はい、いいですか？はい。はい似てるこのピュって出るところが、これがね、はい、手首の付け、じゃあこれシーズン中はもう山田哲人君で打ってたの？終盤は、はい、でこの前お話しする機会があって、うん、その山田さんと、実は僕そのバッティングを真似してましたって、知ってたよって言って、すごい、まあ、セカンドからよく見えたんだろうね、はい、こっからやったらそれはバレるね。そうですね、はい、でもよく打つんですよ、はい、なんか他の選手がね、ドラゴンズの選手が野手が打てないのに、うん、実は柳選手がねこう打っちゃったりっていう、随分今日の試合の初ヒットがとかね、はい、よくある人なんで、うん、まあ、バッティングはまあまあ自信がある、はい、好きですね、はい、大学時代ってホームラン打ったんですか？最後に1本だけ打ちました。ああ、打率は、最後はでも3割ぐらい打ちました。あ、はい、じゃあ試合は9番、はい、9番でしたね、はい、じゃあ5番とか打ってるんじゃなくて9番なんだけども、はい、まあ、バッティングはまあまあだった、ね、はいはい、実はね、はい、川上憲伸もすごいバッターで、はい、彼ホームラン何本ぐらい、なんか、いや結構打ってるんです、多分 7,8 本打ってるんじゃないかな。すごい、いやもう あの人はもう体の作りが違うので、はい、はい、フリーバッティングなんかするとね、ドームの上段にガンガンぶち込む、バッターなんですけども、どうですか、フリーバッティングでホームラン入る方？入りますね、はい、あ、入る、はい、他に誰がパワーあります？あ、うちだと小笠原慎之介がもうすごいです。あ、ガンガン飛ばす、ガンガンいきます。あ、大野雄大は大したことないもんね、大野さんはね、バッティング、はい、でもたまに打つんだよね。はい、打ちます、うん、じゃあ来季も山田選手のフォームで打たれるんですか？いや、まあ、春のキャンプでいろいろまたちょっと練習していこうかなまあ、バッティングに関してはもう野球少年だね。そうですね、ピッチングはもう完全に成熟してるけど、ぜひね、この番組をご覧の方は、はい、バッティングフォームに注目してください。そうですね、キャンプ中も誰の真似をしているかというのもね、はいはい、気になりますね、はい、お知らせの後は未来ノートのコーナーです。今シーズンのドラゴンズについてお話伺っていきます。球界のレジェンド山本昌がゲストの野球観に深く迫るマサノート。今回のゲストは日本代表を率いた稲葉篤紀さん。日本代表というのは結果が全てなので、いろんな覚悟を持って臨まなくてはいけない。マサノートは1話190円でご視聴いただけます。詳しくはスプークスで検索。